両陛下は20年以上前から毎年敬老の日の前後に福祉施設を訪問されています。フラダンスやコーラスをご覧になった陛下は参加者に、どのくらいやっているんですか、ずいぶん大変な動きもありますね、高齢の人が元気でいることは心強いですねと声をかけられました。両陛下が高齢となったため、来年から敬老の日にちなんだ施設の訪問は皇太子ご夫妻や秋篠宮ご夫妻に引き継がれる予定です。